おはようございまーす。チアと申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。今日はですね、休みなんですけど、時々僕が生放送で話題にすることなんですけど、神様、いらっしゃるじゃないですか。スキャバトでね、結構その手のところで有名だった、俗称神様って言ってる方がいらっしゃるんですけど、その方と今日ね、黒ブレちょっとね、出会ってこようと思います。はい。正直楽しみよ。よくさ、誤解されるんですけど、チラさんは、スキャバトだの黒ブレで悪態しかついてないね、みたいな。そういう人がいるんですけど、そんなことはない。ちょっとね、たまにはね、思考を変えた。チームを作ろうかなと思うことでね、もう黄金の爪装備してますけど、もう黄金の爪装備してますよ。はい。思考が変わっておりますね。はい。今回はね、舞踏家のチームでやりたいと思います。お供を見てください。いましたよね。こういうの。キラーマシンとキラーマシンっていうね。舞踏家にキラーマシンは相性は良好なんでね。この2体でやっていこうと思います。HP 少ねえなぁ。さて、今日はね、マシン爪のキラーマシンで、行きたいと思います。よろしくお願いします。でもね、初戦からやばいバトルしてない？ちょっと待って、初戦から俺適当にチーム選んどいたけどさ、やばい戦いかもしれん、これは。これ正直やばいか？初戦から。ちょっと初戦から実はこれ相性悪いのを僕は選んでしまった気がします。よろしくお願いします。HP がね、2400。これ舞踏家にあることではなく、キラーマシン種にあり得る。おいや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 、これね、黄金の爪、今回装備してるんですけど、呪われるんですよ。よくある魔人の鎧とかと同じで、呪われちゃうんですけど、正直黄金の爪やばいからね。カード見てもらうと分かるんですよ。個性がめっちゃやばいんで、今までの呪い装備ってなんか大してなんか強く、いいねの、フィーちゃん。やばくね？会心差高いから、おめえら。このね、ステータスアップがいかに強いか。そう。今までの呪い装備なんかよくわかんねえよ、小野さん。わけのわかんねえ、ステータスでさ。何これは。開幕から飛ばすねえ。そうで、だから今回の黄金の爪に関してはマジです。補正も強くて、技の威力も高いんで、今回ね、それを使いつつってやつですね。はい。使いつつ、キラーマシン種で HP が低いんですよ。それでね、ちょっとね、そう、舞踏家っていうともうちょっと HP 高い、キースドラゴンとかね。一撃必殺聖剣好き。いやー、でもこんなもんか。打撃入ってこれが。聖剣好き、呪い装備中で一番黄金の爪強いと思うんだよね。さあ、ノーヒーちゃんがドラゴンに、あードラゴンに当ててほしいな、それ。それはドラゴンに当てるべきだと思うよ。さあ、向こうがラリールマ来るぞ。気をつけてね。てか、ラリールマね、こうやって平然と一旦見かけてたけど、やばいぞ、お前ら。暗黒呪文のせいで、キラーマシン種が、このキラーマシン種がね、暗黒呪文に弱いんですね、これが。素晴らしい。そう、暗黒呪文に弱いんだよね。それの関係もあってから、来たよ！キラーシスリー動いてけ！これ強いからね。そう、今回は、コンセプトはですね、HP を捨てて、ステータスに特化しております、今回のコンセプト。今回のコンセプト、HP を捨ててね、強さに全振りです。さあ、来るぞ！ここからだ！さあ、ここ偶発でございます。行きましょう。スペシャルカード、こちらはまずは、行くぜー！ギガサッシュ！あ、向こう回したぞ！俺は偶発したぞ！向こうはチュットでございます。こっちもガードしてけ！こっちもガードしろ。はい、オッケー！やあ、キラーマシン3、お前何してんの？そう、キラーマシン3さぁ。なんか呪われや、あ、来た、呪いの波動。いけ、爆発属性。せーの、ない、せーの。これは AI 操作でございます。せーの。呪ってけ。あー、無理か。いや、でも、これのターンを耐えればワンチャンあるか。そうだね。このターン耐えれば勝ちみたいなとこあるぞ。舞踏家は回避図もあるからね、HP 低くても意外と回避、オーケー！そう。HP が高いから、回避図に。お、これいけるかもしれん。あ、いける。しかも、いい感じに勝てるかも。いや、ちょっと待って、きつい！これ、ラリルマで死ぬか？いや、悪夢の杖なら大丈夫。悪夢の杖で眠らなければワンチャンって感じかい？いやー、キラーマシン3は怖いなー。暗黒に弱いんだよね。うわー！
いや大丈夫、勝ったか、これいける、ここで、いやここで決めたってもいいぞ、ノヒ、ここで決めてもいいよ。あー、いや、いける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 いけ、ゴレさん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 、いける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 、これいった、いける、決めろ決めろ、武闘家ならいける、はい、来たー来ましたあ、よかったね。まあ、武闘家といえばね、大体発動するこの技ですよ。最後はね、ラー戦撃。まあ、武闘家ならね、ほぼ 80% ぐらい発動してしまう、このラー戦撃で最後は締めよう。なんだよ、この神試合は。めっちゃいい顔だったじゃん。これがステータスの差。あー、間違えた。やるじゃん。おごつぶつ。いや、初戦からいい試合かましてくれたじゃないのね。もう見どころ十分ね。迫力十分。彼女の家まで15分って感じなんですけど。まあ、さすがにね。さすがにあれで動画終わるわけにもいかないんで。まあ、他のにもやってみましょう。まあ、他、ちょっと、まだね、動画で出し切れてない部分があるんですよ、これ。まだね、正直出し切れてない部分がありますんでね。はい。回転ラリアット打ってたよ、ね。今、オーシャンクロー回転ラリアットだよ、今の。間違ってたね。まあ。さあ。でもやっぱ HP2400 しかないのは、平均的にね、低い。平均的には HP 的にはね、2500欲しいかな。いい、これ聖剣好き、呪いの波動ともね、こういう呪いがあるのが強い。そう、その威力も高いことなら状態異常率もね、そこそこいくからね。ただしですよ、呪われます。今日まだ呪われてないけど来たよ、これ第3の313見せてやれよ。猛攻を仕掛けろ、いけー、はい、1,2,3,4デッドイーコンボ。いやー強すぎ。マジで強い。俺、キラーマシンスリー何が強いかってさ、火力も高いし、耐久もね、物理方面なら大丈夫なんだろうな。そう。3桁超えのステータスがあるさ、珍しいよね、3桁超えのステータスが2つあるモンスターって。強いなぁ。今回は相性に、てか、敵に対して相性がいいな。正直、敵に対しての相性がかなり良好な感じですね。こっちを先やれって話ですね、こりゃ。いや、呪えれば強いからね。かなり優位に立ちました。ダメージエースでね、優位に立てやす、主人公いるチームって、味方モンスターがさ、あんま強くないっていう印象じゃん。そんな中さ、味方モンスターの火力に関して問題ないっていうのは、もうほぼほぼ勝ちみたいなとこあるからね。さあ、来たぞ、ひっくり返す。軍隊ガニがついに現れる。あ、おい、危ねえ、やる。危ねえな、キラーマシンスにね、状態して結構ボロボロっすからね。その火力の代償でね、暗黒に多かったり、状態がボロボロだったりと、あんまいいこと、これは、待って、これは、いけるね。3ターンで倒せると思うよ、俺は。次やっちゃう？あれ。これは3ターン目で。さっき出し切ってないって言ってたじゃないですか。出し切ることがあるんですね。やりたいことがあるんですよ。あー、ブルドン、こんなところで。見せ場あんじゃねえの。01これをうまいこと当てて、うん、いける、これはいったわ。だって絶対勝てんじゃん、アンク。絶対勝てる。このまま決着つけてやろう。皆さん思ってたでしょ、キラーマシン3って並んでたんですよ。これがないわけないじゃないですか。行きましょう。ギガスラッシュゲーム知らないね。これがやりたかったんだ。行くぞ、青春がいざ合体する。行くぜ、デッドリーベポン、パシャッポン。綺麗に決まっちゃった。さて、綺麗に必殺技合体モンスター召喚と終わって、過酷な戦いが待っております。やだ、何あのチームみたいな。やだ、何あの、なんか訳のわからないバカみたいなチーム。皆さん、バカみたいなチームがいます、向こうに。やばいのいいんじゃねえかよ。こちら、向こうの3体、僕の生放送を見た方がわかるんですけど、これ、光の玉なし、シンズオーバーに、アホほど挑んでるパーティーっすよね。わー、強い。聖剣好き強すぎやろ。やばくね、黄金粒最強武器か、おい。やばい。さあ、開幕一発素晴らしい一撃与えられたところで、心臓魔をね、討伐部隊やってきました。心臓魔討伐部隊出てくんだよ、お前。すごいことやってんじゃねえか。すごいことになってる。もうメンツがやばいじゃん。てかメタハンは裏切り者じゃねえか、完全に。いけ、08ターン、まあ、誰に行く。でも全員打撃対戦なんだよな。あー、まあ、そんなもん。
全員ゾーンは討伐部隊とかやめてほしいよね。やばいだろおめえら。来たぞ悪魔の騎士のビッグトマホーク。わあこれが2回結構だね。めっちゃ結構来るじゃん。いや火力火力ちょっと火力自重して。火力自重。そうそうそう自重しないとね。さあ裏切り者やんか。こどんなん絶対裏切り者じゃねえかよ。おい裏切り者やめろ。やめて。裏切り者じゃん完全に。これ呪いの花は全員呪いもありだけどな。メタハンが呪われる可能性はまだある方か。さあここから来ますよあれが。はい死ぬほど見て心臓は討伐部隊ということでね、よろしくお願いします。心臓は討伐部隊やもんな。てかさこういう動画で全部映りてたらどうしよう。俺のあんなに苦労してた。マジでこのさ虫を、やばいね本当に。聖剣好きは強いんだよな。スペックだけ見れば最強なんだよ呪われるだけで。いやでもこれだいぶすごいよ。打率がやばい。黄金の爪の黄金の爪最強動画みたいになってる今。さあうまいこと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 。さあまあね、あの無心攻撃からねこう灼熱叫んでますよ。どっかのバズズと一緒ですよ。生放送的に言うとねどっかのバズズと一緒ですよ。すーぐ叫びたがるんだから。あーでもこいつ動いちゃったやべえ。あやべえ。うわー810はやばい。助けて。え助けて。え助けて。ええ助けて。おい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 死ぬんじゃねえか。避ければいい。武闘家の会避ける。せーの避ける。でもどうすんの。いや待ってあるわ打開策ありますねこれ。372,400×3.8でしょ。これはねもしかしたらですよ、キラマジンじゃ無理、スパキラじゃ絶対無理なんですよ。打撃対策あるから。というわけではいグンズメイド、せーの圏内か。うわーまだか。いや武闘家でいける。武闘家で。お動くんだ。こあもう勝ったわよ。え何このチーム。え聖者の声で最後は勝ったんだ。え負けないんだけどこのチーム。何これ。このままこのチーム4勝する可能性あるぞ。正直黄金の爪がねやっぱステータスにも強いし武闘家が会心出やすいっていうシステムの関係上もあるんだろうな。いやわりかし本当にやばいぞこのチーム。嘘でしょっていうぐらい強いからさ。さあでも最後はちょっとね不利な相手選んどいたからね。最後は本家にも出た不利な相手だからね気をつけてね。もうこれはね多分厳しいと思うもん。いやわかんない。でも早いな。いや聖剣好きのガード判定が早いんだよ。もう出る前からガードしてたでしょ。来たぞ。はい来たよ。もうね連勝ストッパーだよ完全。うお武闘家の回率が 30% って時点でやばいからな確かに。やばいやばいやばい。でもあるうわっここで回収来るか。でも分かんない。まだまだ全然分かんないよ。でも武闘家とかが外すのはダメだよなさっきの。でもこれで打点がうん。いやー負けるか。そろそろ無理かな。来たぞ神風の牙。向こうもねかなりね回心出してくるチームだから。いやーもうここまでか。いよいよここまでかな。さすがにね。さすがにここまでですかな。さあ弱点を取ってるかサイちゃん。あーでもこんなもんか。こんなもんなんだね。やばいぞダッシュボムやばいぞ。やばいな。いや絶対やばいじゃんか。ちょっとちょっと絶対やばい。絶対不利。まあ、ガンフーリなのは分かってるからな。ガンフーリ分かってやってっからな。さすがにこれは。さすがに無理かな。あ、しかも勇者もと、素早さ結構、まあ、ボレロ来てるからね。おー、勇者がだいぶそっちに行くね。安定を狙わない。これね、勇者のチーム上ね、合体魔砂召喚で死ぬぞ。おい!いや、合体魔砂の圏内に入ったら負けだぞ、お前ら。疾風一閃神風の牙。いやーきついきつい。もうダメだ圏内入ってる。これはこのターンで呪いとかでなんとかしないと。呪いでいけるか。最悪じゃん。ダメだよ。あでもいやえあえどうなのこれ。えこれはどうなの。ええ、これは何?どういう感じ?
いや、ここで動いちゃダメだよ。多分。そうだね、無理だね。いや、諦めない、いける。いやー、きついなー、さすがに。これだって、これ入ったじゃん、圏内。ダメだった。このチーム、いや、なんか、ダークホース感割ったんだけどなさすがに無理か。脅威再びですよ。はい、来ました。脅威ですね。恐れよ、この爆発に。激に増えたものは。後悔せよ、エクスプロージョン。バハハ、ちょっとじゃないすぎるな。すげえ検討してたよ。